グループトゥワイスのサナがいつもと違った新鮮な姿で視線を集めた。6日、サナはトゥワイス公式インスタグラムに2枚の写真を掲載した。公開された写真の中で、彼女はカメラに顔を近づけ自撮りをしている。サナはカメラフィルターを使用して、目元と首のラインにフェイクタトゥーを施し、いつもと違うヒップな魅力をアピールした。清純で愛らしい雰囲気で愛されてきた彼女だが、強烈なスタイルも似合っており、プロのアイドルの姿を見せた。特に、スッとした高い鼻と小顔でファンの心をつかんだ。一方、トゥワイスは初の英語版シングルザ・フィールズの発売を確定し、グローバルな活動に拍車をかける。中国の電気自動車企業ネタオート、商的暴行容疑で逮捕されたクリスのモデル起用を提案した従業員を全員解雇。理由は社会的価値を失う。従業員たちはクリスをモデルにすれば5分以内にネット上で有名になるとして論議していたという。ユチョン、独立映画悪に捧げで LAS ベガスアジアンフィルムアワード最優秀主演男優賞を受賞。2021アジアアーティストアワード。日本での開催を発表もファンらからはコロナ災いでの開催に疑問懸念の声。日本では一時 AAA がトレンド入り。